最後まで諦めないことと少人数を言い訳にしないことを大切にしているコニア。野球経験者が多くない中、基本的なキャッチボールやボール回しの練習を大切にしてきました。単独として出場する夏は部員11人の全員野球で初戦突破を目指します。今年は助っ人も含めて初心者も多いのですが、基礎がしっかりしたチームです。今年の目標はこのチームで全員野球で一騎打ちだ、最後まで諦めずにどんなチームがいてでも勝ち切るところです。最後まで忘れられない夏にしたいと思います。